西原恵子は日本のモデルタレントである。愛称は西原。大阪府出身。株式会社を多く所属。武藤慶治が旗揚げしたプロレス団体レッスルマイナス1の公式サポーター、チェアー1を統括する監督を務めている。大阪府出身。兄が一人いる。お手門学院大手前高等学校を卒業後、大学進学のため上京。米国留学などを経て、 モデルタレント活動開始。バイセクシャルを公言しており、関連番組にも出演している。2012年12月末、それまで所属していた、ジャムを退所。2013年8月、プリンセス大阪2013にエントリー。9月7日、レッスルマイナス1旗揚げ前日公開記者会見で、公式サポーター、チアー1のリーダー就任発表。12月、 プリンセス大阪2013準グランプリフェイスブック賞を受賞。2014年1月15日、アーモンドブリーズミスアーニューに選ばれる。2016年4月、総合格闘技 ZST のラウンドガールに就任。7月7日、チェア1が W-1 チームとライブチームとの2チーム制になるにあたり総監督に就任。2017年2月、 新 ZST ガールズのリーダーに就任。7月、チアー1ライブチーム解散に伴い総監督から監督へ。2018年3月、昨年に引き続き ZST ガールズのリーダーに就任。ありがとうございます。